はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日はですね。 開封動画でーすということで、昨日ね、東京に行ってきました。まあ、荷物紹介とかね、いろいろやって、えー、荷物紹介がね、入るときっていたい大体出かけるときだったりとかするので、<laughs> まあ、たまには、まあ、絶対、絶対じゃないけどね。絶対じゃないけれども、大体出かけるような予定があるときに荷物紹介はします。で、昨日ね、東京に行ってきました。まあ、ただね、昨日、えっと、動画で、えー、っと、荷物紹介の動画あげたけれども、その時はね、氷丸のバックで行くつ つってたんだけれども、いや、あの、私のね、昨日着てた服がね、結構柄物だったんで、あの、表柄が合わんっていうことでね、えー、安定のベルロイと、あとプラスでねあの、トートバッグを持って行った次第でございます。まあ、こんな話は別にいいのよ。何を買ったかっていう話ですよね。えー、ご褒美手帳を買ってまいりました。で、その子なんですけれども、じゃんじゃかじゃん、早速ね、開けていきますが、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。 あれーということで <laughs>。えっと、購入したのはですね、こちら。えっ、ー、と、キャバリエでございます。アッシュフォードのキャバリエです。ねえ、中身ね。もう入っておりません。なんたってもう使ってるから <laughs>。昨日普通にさ、ビタリータちゃんにさ、中身入れていったんですけれども、もう買ってからね、もう速攻でね、速攻でカフェに速攻で取り替えました。で、めっちゃ良くない めっちゃええやろ見てこのきらめき。これ別に何もやってないからね。何もやってないです。あの、これはですね、キャバリエっていうシステム手帳ですね。去年初、去年登場したね、えー、新しいシステム手帳になるんですけれども、アシフォードもともとキャバリアっていうのを、えーと、10年ぐらい前にね、えー、出していたんですけれども、その時、 の、またなんか、こう、後継モデルと言いますかね。一回そのコード版がなくなって、コード版自体の作品が、えー、アイテムが、足元がなくなって、えー、っと、また復活モデルということでね、こうして誕生したのがキャバリ A でございます。10年前のキャバリ A ね。<laughs> 騎士という意味ですね。そう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 ,そうで。なんといっても特徴で、ね、コード版、ハケ染めのコード版ですね。こう見て。 わかるかなこう動画でさ、このさ、素敵さが伝わるかどうかっていうのがさ、あれなんですけれども、ただね、キャバリエに関しては、あの、ほんとね、写真で見るより、オンラインとかで、ね、雑誌とかの写真で見るよりも、ほん、 と肉眼の方がいい。マジで。で、キャバリアを買うに至った経緯なんですけれども、私が1ヶ月ぐらい前にね、えっ、ー、と、美容院がてら、丸善にね、また行った時の話なんですけれども、その時はさ、あの、ミリクロスを買ったのよ。で、ミリクロスを、あの、買う時に、あの、在庫ありますかって言って、ネイビーとブラウン出してきてくれて、それが店員さんがね、こちらですって出した時に、なんか台 なんか、ショーケースの上で出してくれて、で、そのショーケースの中にあったのがキャバリエだったのね。で、もうそのさ、店員さんが出すのを待ってる間、そのキャバリをこうやって見ながら、これ生で見た方がやばくねってなって、なんかシステム手帳サロンの時に見たっけななんか多分、確か見たんだけれども、あの、その時とはね、また違うなんか感動を覚えて、違う感動を覚えて、これめっちゃ欲しいってなったんだけれども、まあなんかそこまでさ、なんか買う、 買うためのきっかけっていうのがね、じゃなくても、まあ、いつ、いずれ買うと思ってたけれど、まさかこんな早く買うと思いませんでした。あの土日、忙しい土日、ありがとうございますって感じです <laughs>。私に買う決心を与えてくださり、ありがとうございますっていう感じです。もうほんとさ、これさ、キャバリエね、えっ、ー、と、昨日ね、丸ンの丸の内ではね、あの、これラストでした。あの、この色はね、この色はラストでしたね。 ネイビーがあと何、いくつあるかとかも聞いてないけれども、このバーガンディワインに関しては、えー、ラストでございました。在庫ありますかって言ったら、あ、すいません、原品のみでってなって。<laughs> 私はね、もうね、そういうのね、あの、運命の一冊だと思って、すぐ受け入れる、受けれるタイプなんで、あの、普通にショーケースからね、出しますかって言ったから、あ、じゃあお願いしますって言って、触っていいですかって言って、こう中い見て、リング見て、買うのでレジで預かってくださいって、えって言われた。<laughs> あ、って言って <laughs>。あの、すみません、買うので、レジで預かっててください。あ、かしこまりましたって言って、もう店員さんがめっちゃなんか親切、丁寧にね、いろいろなんかもやってくれて <laughs>。もうほんと、私もさしん、あの、スタッフさんに関してはね、もう、 あの、人見知りスキルを発動するので、もう最後らへんさ、レジの最後の時にね、もう丁寧にこう包んでくれた時にさ、もう店員さんがさ、この色すごく綺麗な色ですよね、とか言ってくれたんだけれども、私、あ、ははみたいな。<laughs> ですよね、コードマンっていう意味わかんないさ、返事しかできなくて。<laughs> 本当にね、本当に挙動不審な人物で申し訳ございませんって感じなんですけれども、えー、こちらのですね、キャバリエの紹介しますね。 ま、なんといってもコードバンと。あの、コードバンのね、このね、キャバリアの歴史についてはね、前ね、あちぽドもライブでね、やってたから、それを見てほしいんですけれども、まあ、コードバン、前キャバリアのね、時代があったと。あの、コードバンのね、前世紀のこのキャバリアの時代があって、だけど、そのま、いろいろさ、 あの、価格の高騰とかいろんな、いろんなことがあって、そのキャバリア一旦ね、あの、尻ぞいたと。退ぞいた時に誕生してきたのがルガードね。で、ルガードが今度退ぞいた時に、また復活したのがキャバリアということで、結構ストーリーがあるね、え、帳になってるんですけれども。で、もう特徴はね、もうさっきも言ったように、この刷毛染めね。この刷毛染めに関しては、あの、もう一発勝負に、な感じなので、あの、手帳によって、その手帳、手帳で、えっ、ー、と、この刷毛のこの出方ね、 全然違うので、これはも本当とね、あの、一点のと思った方がいいですね。あの、全く同じやつはないと思ってくださいね。うん、全く同じやつはないし、そのコード版なんで、あの、多分、最初の艶めきの感じとかもね、すごい答差があると思います。私はね、だいぶ、昨日ね、何にも言ってないんだけれども、一日中ね、触りまくっててね、こんな感じで、あの、めちゃくちゃね、 綺麗な感じになっております。まだね、全然磨いてない。ストッキング磨きも何もやってないし、なんだったら私、コードマン初めてなので <laughs>、コードマンについてのね、ケアをね、もう,もうまたね、あの、趣味分ラジオとか色々見直さないといけないんですけれども、もうほんとなんだろう、手に持った時のね、このね、 感じが全く違う。てか、これはね、こう、こう持ってね、手に持ってね、歩い、歩きたい感じで。これはもうね、かなり興奮しまして、もうこれも本当出会いだなと思ったんで、またね、今日ね、近くのね、あの、最近よく行ってる神社さんにね、こんな出会いがあったんや報告をね、しに行こうと思ってるんですけれども。そう、で、このね、ベルトね。 このベルトね、この曲線がいいでしょこの曲線がね <laughs>。このウエストがあるんですよ。このウエストがあって、でそこれがこのベルトループにこう入れた時にカチッとハマるっていうね。そういうなんかギミックになっております。で、これ13ミリベルトですね。13ミリベルトじゃなくて13ミリリングね <laughs>。ベルトだって。で、開くと、 ええと、こんな感じで、ええー、と、ブラックのこの内側ね、内装に対して、このゴールドのね、リングっていうね。このキャ、このゴールドのリングに関しては、多分キャバリアの時もゴールドのリングだったと思うんですけれども、大きな違いは、そのキャバリアね、1その10年前ぐらいのキャバリアの時代は、外側はコードバンなんですけど、内側が牛側だったの。牛のヌメか。だったんですけれども、今回は総馬側になっております。総馬側で、えっ、ー、と、こっちコードバンで、こっちが馬の片押しね。 馬側肩押しになってるので、こうまたね、ここら辺のアッシュフォードのこのロゴとかさ、すごいさりげなくなってるでしょ。これにロゴを押すの大変だったと思うよ、きっと <laughs>。このね、ちょっと見えますかこのピカーってして見える見えますでしょ。ここにアッシュフォードのさ、あの、この工場みたいなマークと、あとアッシュフォードっていうロゴが入ってるんですけれども、もうほんとね、あと、こちらの、なんといってもこのね、これフライングバードって呼ばれるね。あ、ごめん、さっきからすごい超お腹立って。 めっちゃ腹減ってる人やん。昨日めっちゃ食ったのに。そう、興奮してお腹がね、減りまくってるんで、お腹がそこになってたらごめんなさいね。このフライングバードと呼ばれる、このね、ポケットで特徴的なポケットになっております。これはね、こっちもこっちもフライングバードはね。なんか、くちばしとね、羽、羽をね、えっ、ー、と、連想させる、えー、ポケットになってるらしいです。で、ここにポッケもあるし、ここのポ,ポッケポッケポッケ。で、ここにサイドポッケ。で、こっちにも、 ポッケポッケなんで、割ともうほんと収納もあるっていうね、手帳になっております。もうほんとかっこいいよね。で、まあ、ハケ染めにね、することによって、なんかそのウェブ的なね、紹介では、なんか最初からそのアンティークっぽいね、感じ、使い込んだね、感じが出るっていうね、ことだったんですけども、私はもうなんと言ってもさ、もう最初ほんと興味なかったね。そんなに興味なかったね。そのコード版にも、ハケ染めにも。 ま、コートパン自体はいつか買いたいなとは思ってたけれども、まさかね、このね、この子をね、買うことになると、ただね、もうね、何の後悔もない <laughs>。もう買ってよかったしかない。これは楽しみでしょう、と、育てるのが。これしばらくね、ミニ力はね、多分この子はね、多分不動で使うと思う。 で、この後、えっ、ー、と、ミニロクナローが登場するでしょだからミニロクナローとこの2冊持ちだそれまでは、うわぁ、いいね。このヘリオスとね、このね、キャバリエの共演ね、それもいいなと思うんですけれども、まあ、とりあえずね、この後ミニロクナローもね、控えてるので、ちょっとこちらのキャバリエちゃんはね、その、そもうずっとね、使っていこうと思っておりますと。うっとり。とてもかわいい。 ただキャバリエ自体ね、多分ね、今ね、タグ検索してもそんなに出てこないと思うんで、これからね、私はタグキャバリエ入れて、あの、投稿しますけれども、多分ほとんど私の投稿になると思う。<laughs> 毎日毎日さ、使いまくってるからね。めちゃくちゃええで。あっとね、バイブルサイズがあって、バイブルサイズのミニ六があって、バイブルサイズは19ミリリング、ミニ六サイズは13ミリリングになっております。ただ、ウェブ限定のあのピンクとかさ、グリーンとかあったじゃんそれに関してはミニ六は19ミリリングもあったらしいんですけれども、私は今ね、私の今の生活スタイルに19ミリリングはね、そこまで必要じゃないので、えー、っと、13ミリでね、大変に満足しておりますからね。 感じでね。で、今日はあの、その手帳以外にもね、買ってきたものあるので、そちらをね、開封動画もします。申し遅れましたが <laughs>。そうなんだよ。昨日普通に東京に行ってさのめっちゃ楽しかったからね。普通に買い物もすごい楽しかったんだけれども、ひょんなことで集まった謎のメンバーと、すごいなんか濃いね。<laughs> 勉強会かっていうくらいね、なんかいろんなね、話をねして、したりしてすごい楽しかったんですけれども、えーと、その他ね、買ったやつね。まずまあ、丸全ね。 マルゼンで、えっと、っまあ、まさかね、その手帳だけで終わるわけにはいかないので、まあ、なんて言ってま私はもう最近ね、ほん去年とかもそうだったんだけどミニも、 困る期間っていうのがほぼほぼなかったのよ。だからえっ、ー、とミニルクのリフィルって持ってはいるんだけれども、あのー、改めてね。色々仕入れとか全然してなくて、まあ、仕入れって別に普通に買うだけで別にそれを売るわけじゃないからね <laughs>。ただ、私は仕入れと言ってるだけです。買う量が量がだからでえっ、ー、と全然買ってなくてで昨日ね。改めてこう買ってきたのがこちらですね。まあ、ほぼほぼね。お前も好きだな。みたいなリーガルパートで。 <laughs> もう、リーガルパッドはね、これはね、何の魔力が働いてるんです <laughs> ほんと好きすぎて、多分これをね、見てるね、えっ、ー、と、方たちの中にも、このリーガルパッドにはまってしまった、ね、方がね、結構いらっしゃると思うんですけれども、私も,もうほんとその一人です。もう最初はリーガルパッドね、もういい加減なんかいろんなサイズで使いすぎたからい、もう今は別にいいかとか言ってたんですけれども、もうバリバリにこうね、使っております。昨日も、ね、バリバリ買って 書いておりましたこんな感じでね。昨日もバリバリこうやって書いておりましたが、このリーガルパッドメモね。あとプラスで買ってきたのが、 こちらのルガードのペンホルダーですね。このルガードのペンホルダーはいつも使ってるアシフォードのね、ストレッチペンホルダー。アシフォードのね、ストレッチペンホルダーって、ルガードと普通のあの、革のやつがあるんですけどこっちはルガードのものです。で、ルガードの何がいいかっていうと、経年変化めっちゃ楽しめるっていうのと、あと、あの、こっちの方がね、きついです。どっちかっていうと。きついので、うーんとね、このね、 ベビーちゃんをね、あの、挟むのにちょうどいいんじゃないのかなとも、入れるのにちょうどいいんじゃないかなと思って買ってきて、えっ、ー、と、黒を買ってきました。めっちゃかっこいいでしょ、このルガードもね、ほんといい革よね。で、こんな感じでね、もう最強のね、見た目になってるわけなんですけれども、このルガードのストレッチペンホルダーね。ただ、あの、ルガードのね、ストレッチペンホルダーの方がね、多分ね、えー、っと、いくらか高いですね。 多分これいくらしたっけなルガードのスレッチペンホルダー。ちょっと忘れてしまったけれども、多分2000円ぐらいかな。ちょっと忘れてしまったわ。ちょっと調べてみてください。あとはプロテクターね。アシュフォードのこのプロテクターと、まあ、プロテクター今さ、入れてるからさ、別に必要ないかなと思ったんですけれども、別に買っといてね。で、今いずれ使うと思ったから買っときました。プロテクターと、あとこちらのブックマークね。まあ、ブックマークはただね、 新しいのが欲しかったってだけですね。今使ってたっけな、ブックマーク。あるね。<laughs> ファイルファックスのやつ使ってるね。待、まあ、でも、でも、ブックマークはね、あっても全然ね、いいからね。一つはブックマークは予縮のページに入れといて、で、一つはトゥデイのページに入れときましょうね。もうこれはもう開けちゃいましょう。ブックマークさんね、もうほんとね、 もう、だから、私、もう朝ね、朝の時点でもう9時半ぐらいには丸ン入ってたんですけれども、もうね、その9時半、10時までの時点でね、もう1日の目的ほぼほぼ達成したと同じだったんで、もう満足感でね <laughs>。その後すぐカフェ行ったからね。で、えっ、ー、と、あと残りアシュフォードのやつだと、えー、こちらのカラーインデックスサイド5段ね。で、この、えっ、ー、と、カラーインデックスに関しては今2タイプ ?2 タイプっていうか2種2色 二色まあ、二パターン、二テーマみたいなのがあって、こっちの落ち着いたトーンのやつともっとポップなカラーのやつがあって、いずれもトップ、トップ6段かなトップ6段とサイド5段の2種類あります。このなんかインデックスに関してはね。カラーについても2色。このインデックスのタイプについても、こっちについてるやつとこっちについてるやつで2タイプあります。で、私は今回この落ち着いたね、カラーのやつを買ってきました。440円ですね、税込みでね。で、あとが、ハードケースリフィーリを買ってきたね。 こちらね。ハードケースリフィルは、ま、何かと、こう、便利だったりとかするので、こう、その通り、もうめちゃくちゃね、結構固めのね、ケースになってるので、まあ、例えば、おしのこ損眼が,んがお、お、あの、拝めるブロマイドとかね、そういうステッカーとかあったら、ここにピュッて入れるだけでさ、もう開いた時にさ、あの、拝めるっていうね <laughs>。そういうのができるので、一応買ってきたでしょ。で、あとは、セクションリーフね。これ2.5ミリマスですね。こちらのね。 これもね、持ってたような、持ってなかったようなっていう感じなので、これもイニシエのリフィル、昔からあるリフィルですね。275円です。だこのリフィルとかさ、あのー、ほんとね、インデックスのリフィルとかは、ある程度システム手帳が揃ってるところだったらあると思うんですけれども、これセクションリーフとか、あの、もっとね、マニアックななんかそのリフィル、アドレスとかさ、そういうのを書くやつとかは、結構ね、なんかそう、こう,う、ちゃんと揃ってるところじゃないとなかったりとかしますね。だって今さ、アドレス帳とか使う、 ってる人もいると思うよ。いると思うけれども、それでもやっぱ昔よりかは減ってるじゃん。だって今普通にスマホの中にさ、全部さ、あの連絡先とか入るしさ。そういう考えとね、今多分、そのアドレス帳、まあ、個人、 個人のさ、個人情報的な意味合いでも持ち歩いてる人ってそこまでいないと思うんですけれども、なんでそのね、アドレス帳とか ID、パスワード帳とかね、まあそういうのも本当あるのよ。あるんだけれども、売ってるところっていうのは本当かなりシステム手帳が充実してるとこじゃないと、売ってなかったりとかしますね。なんだったらまあ、あの、そういうところってあんまないから、オンラインで買った方が早かったりもする。で、セクションリフ 2.5mm でしょあとは、こちらのね、あ、セパレート式の日付なし繍慣だより、なんで買ってきたんだろう。 <laughs> あのね、この間紹介したのはね、レフト式なんで、左に曜日が書いてあって、えっ、ー、と、右側が全部メモページだったと思うんですけど、これセパレート式なんで、月火水木、金土日、メモ、メモ論みたいな感じですね。これ絶対持ってるんだけどね、330円です <laughs>。なぜか買ってきてるね。もうさ、このさ、時さ、興奮状態にあるからさ、多分覚えてないんだよね、ほぼ、ほぼ買ったものをね。あとはメモリーフの小口シルバーね。 これはね、あの、ローズゴールドに関してはめちゃくちゃね、ストックあったんだけれども、小口シルバーそこまで在庫なかったんで、買ってきました。で、次、M5 サイズのね、リフィルですね。M5 サイズのこのカラーメモリーフとかも、えーと、2.5ミリ方眼と、あと横のね、ケーセンのやつがありまして、で、これはね、もう、そのまま M6 にプンって挟めます。でまあ M6 はね、M5 サイズのリフィルって、あの、全部ね、 こうやって、普通にこうやって挟めるので、あ、だからまあ2サイズ、M6 は実際まあ2サイズ使えると思っていいんじゃないかなと思います。M6 のリフィルと M5 のリフィルね。で、これから発売する M6 ナローが発売したら、まあリフィルも あの、一種類ぐらいは多分売ってくれると思うんですけれども、それが発売したら M6 ならお、M6, M5 っていう3種類のリフィルが使えるようになるんで、もうこれはめちゃくちゃ楽しみですね。で、これでしょカラーインデックスリフィルね。M5 ね、このアシポーのカラーインデックスリフィルはめっちゃ可愛いよ。めっちゃ色味もすごい素敵ですね。で、あとはバインデックス。バインデックスに行く前にあれか、ノックスか。 あ、ノックスのこのね、インデックス機能付けメモね、これもね、あの、英語で使ってたのよ。英語で、えー、使ってたときは、あの、システム手帳関連の情報を、えっ、ー、と、妄想を、をあと調べ物、 よしくとかそういう風に分けてたんですけれども、そのね、M6 サイズを買ってきました。まあこれもね、また、いずれかね、使いたいなと思っておりますと。今本当にさ、もうさ、M6 こうやってね、いろいろハマっちゃうとさ、なんでもかんでも M6 になっちゃってさ、今ミニ6に全部、 あ、ミニ6って言ったり M6 って言ったりしてるけれども、同じ意味ね。イコールね。そう、もうほんとね、M6 に全部ね、集めてるからね、ほぼほぼこのサイズ以外はそこまで使ってないですね。で、えーと、次、バインデックスね。バインデックスはこれ、プロジェクトチェックリストね。 こんな感じのね、リフィルになっております。まあ、これは持ってないから買ってきたって感じですね。まあ、使ってみなきゃ分からねえってことで。私はもう気になるリフィルとか、使ったことないリフィルっていうのはさ、使わないと語れないじゃん。なんで、えっ、ー、と、必ず買うようにしてます。気になったものに関してはね。 で、これ、あと、商談メモね。商談メモって商談なんかしないのよ。ただ、これ普通に商談メモっていう内容になってるけれども、普通にさ、なんか日記としても使えるかなと思って。うん。例えば、朝の手帳タイム、昼の手帳タイム、夜の手帳タイム、総合みたいな感じでさ、使ったりとかさ。まあ、いろんなね、こもうこ、この、ここら辺にさ、マスメモある、あるけれども、これ多分ね、そこにカラー塗って、塗ってさ、例えば、 これは、あの、手帳関連のこととかだったら、この、あ、ここに赤のルーとかさ、そういう使い方がいろいろできるから、ここにね、わざわざマス目が入ってると思うんですけれども、いろんななんか使い方ができるので、だから、まあ、 これは商談メモとして売ってるけれども、普通になんかメモ用紙としてね、使えたりとか、手帳会議に使えたりとかっていうリフィルってたくさんあるので、なんでその見た目にね、惑わされずリフィル使ってみると面白いですよ。こうもうガチガチにさ、決まってるフォーマットもあるけれども、あのー、多少ね、やっぱりゆとりを持たせてくれるリフィルが大体なんで、なんでこれも商談メモと言いつつ別に商談に使わなくてもいいということで買ってきました。あとは、ページファー、ブ,ブックマークどんだけ買ってんだよな。<laughs> <laughs> これもね、カラーブックマーク、ダヴィンチ3枚セットですね。これも他のサイズでもね、あると思うので、あの、私もバイブルサイズはちょっとこれ使ってたりとかしてたんですけれども、またね、これを買ってきた、きました。で、あとはダヴィンチね。まあ、ダヴィンチのこのリフィルに関しては、もう、ほぼほぼトモエリバーなので、めちゃくちゃ書き味はいいですね。ほんとトモエリバーやっぱり何枚か入れといた方がいいと思ったね。なんか、例えば脂質するときとかさ <laughs>、そういうときにさ、なんか普通のさえ、上質紙よりもさ、トモエリバーの方がインク の発色が良かかったりとかさあとなんかタッチがね、すごい良かったりとかするんで、パンネスのタッチが良かったりするんで、ちょっと多少ね、入れとこうかなと思っております。あとプラスね、あの、これでリフィルは紹介は終わりなんですけれども、リフィル以外で丸ンで買ってきたのがこちらね、えーと、ステッドラーのテキストサーファークラシックね。これがいい色。これね、めっちゃいい。私多分ね、これ、 超使う。手帳タイムのね、お供として超使うと思います。これどんなやつかっていうと、色がね、めっちゃいいのよ。あの、これ水色に水色目立たないからちょっと他のページにやるか。よいしょ。ちょっと引いてみますけれども、まあこうやってね、普通にこうやって寝かせれば、寝かせればっていうか普通に書けば、 こうやって平らに持って、こう普通に描けば、こう太字、太字になるし、こうね、先っちょね、裏返して、先っちょこうやってやれば、細字もできるしっていうことで、まあ、2タイプ、2、2つの字幅が使えると。で、色がね、ほんと絶妙なのよ。よいしょ。これね、グレーね。と、あと、これもいい色。これもいい色なのよ。これね。 めっちゃ良くないなんかもう最近さ、こういうさ、落ち着いたシンプルテイストのさ、カラーとか大好きだからさ、で、もうほんとね、これ黒があるっていうね。これめっちゃ良いでしょで、昨日もね、だいぶ使ってたんですよ。これはね、油性じゃないよね。水性じゃないかなどうだろうな。多分水性だと思うよな。ここも乾かない具合。<laughs> で、えっ、ー、とね、素晴らしいところはですね。えっ、ー、と、素晴らしいところはですね。 なんとこのす、真っ黒なんですけど、真っ黒でも、全然裏抜け、裏移りしないっていうね。まあ、これカラーリフィルだからさ、しゃないけれども、見て、別にさ、大したことなくないこの裏、裏抜けの、裏抜けじゃない裏移りのぐらいだね。全然大したことないでしょ。だからもうほんとさ、これはめちゃくちゃいい色です。私のね、今の気分にぴったり合う色だったんで、これはもう速攻でね、 その、まあ、この、これ、この手帳を買って、このマーカーを買った足で、マルゼンのカフェに行ったんですけれども、速攻で開けて速攻で使ってました <laughs>。これはこれからのちょっと手帳タイムに欠かせないアイテムになりそうですね。よいしょ。テキストサーファーゲル、サーファー、テキストサーファークラシックね。こんな感じで弾けますね。 で、これいくらあったんだろうなちょっと値段忘れたけど、そこまで高くはないと思うよ。私がこうやってまとめ買いしてくるんだから <laughs>。ということで、じゃあ、丸禅は以上ですね。で、その、昨日ね、どこ行ったかっていうとね、丸ンの、えー、日本橋丸禅、丸の内丸禅、えっ、ー、と、銀座ロフト、えー、あと、渋谷ロフト、あと、製品書店とね、いろいろね、回ってきたんですけれども、 えーと、次に紹介するのは製品所店じゃなくて、えーと、渋谷ロフトですね。もうほぼほぼね、ほぼほぼね、終わりよ。そこまでね、昨日ね、もう昨日は、ほんと、メインはね、あの、このキャバリエを買うことだったんで、もうあとはね、なんでもいいやと思ってたんで、出会いがあったらなんか買えればいいなっていう話で買ってきただけですね。で、渋谷ロフトね。渋谷ロフト、まずね、 あ、う、ま、これはもうミッドナイトブルーこれは、リフィー、あ、そうだ、昨日そうだ。うまた丸の内丸禅で、またこのモンブランのミッドナイトブルーをいくつか買っていこうと思って忘れてたわ。う、ま、これはね、なんか幸いにね、なんか知んないけど、うちのさ、近くのさ、なんか文、なんか文房具扱ってるコーナーのところにさ、なぜかモンブランのインクがね、このカートリッジに関しては、そのミッドナイトブルーと、あとブラック、 に関してはね、あったりとかする、並んでるのよ。なんでそこでね、またね、コタマ多分、私しか買ってないけどね <laughs>。で、これでしょ、ッてないトブルーでしょ。あとは、こちらのね。ここも可愛いでしょ。えっ、ー、と、クリップブックマーカーね。これ今見ました。B6 サイズ推奨だって、全然合わないやん <laughs>。全然合わないじゃん、これ。B6 推奨って。B6 推奨ってことは、まあ、バイブルサイズくらいが一番いいっていうことですね。 ってことは、チャームがめっちゃ長いってことね。ほんまや。<laughs> めっちゃ長い。ほんとに B6 推奨でしたね。たださ、もうこれもさめ、うん、かわいいなと思ってね。これも何種類か種類ありました。これマックスのやつさっきマークスあったこれ。どこのやつあったマックスですね。マークスのチャーム付きクリップマーカー。M、M ハートって書いてありますね。よいしょ。 待って出してこれを出して変な出し方しまったぜ。で本当はね本当はね私の中ではえー、っとこういう風にどっかにつけてこっからねこっからこれをねプラプラさせ,たいさせたかったのよ。こっからこれをあ裏っかいちゃった。こっからなんかこれをさちょっとねちょい出し。 ここら辺から手帳のさ、ここからちょい出ししたかったんですけれども、いかんせん B6 サイズ推奨なんで余る余る。これはどっか縛るかなんかした方がいいですね <laughs>。どっか縛るかなんかして、ちょっとミニ6にね、調整しようかな。まあ、これ使うかどうか、すぐ使うかどうかわからない。ただ可愛いから買ってきました。グッドラックってやつね。買ってきたのと、で、あとは、あとはですね、 こちらね、ポチットシックスの、これ比較的まあ新しいやつね、この手書きっぽい感じのポチ6ね。これ990円ですね、税込みで。なんかポチットシックスね、普通にこう星マークとかさ、あのー、他のさ、ポチ6の中でもさ、あるんだけれども、確かあったと思うんだけれども、これは本当手書き風なので、めっちゃ可愛いと思われる。平らなところに押さないと無理か。 ポチ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 だ可かわいいえ、このさ、足跡めっちゃかわいくないすーめっちゃええ。ポチ6はね、ほんと非常に便利ですよ。あの、ペンケースの中にね、スーッと入るので、昨日も、えー、このミリクロスのね、 ミリクロスの、うんと、この子のね、中にポチロック入れていきましたけれども、こちらね、入れていきましたけれども、こう、ちょっとした隙間に入ったりとかするので、これはほんと便利ですね。この中身移動させなきゃ。このミリ、ミリクロスの中にさ、昨日さ、お道具箱としてさ、入れてったからさ、ちょ、この中身をね、通常形態に戻しまして、また、デルフォニックスをね、ポーチの中にいろいろ戻しまして。よいしょ、よいしょ。このぐらいか。 いいでしょしょ。そうね、いろいろ戻しまして。で、あとは、あとこれが最後のね、アイテムにありますけれども、これ爪掛けがね、爪掛けはずっと気になってたのよ、ね。これサンスター文具、あれです。うんと、カードバルの出してるところですね。まあ、他にもいろいろ出してるけどね。これ爪掛けが、これなん、な、これどうやって使うかっていうと、普通に、うんと、ここにね、ここにね、 え、どこで挟むんだどこでやるのこれ。ここかあ、こんな感じですって。こんな感じです。こんな感じ。で、これ何がいいかっていうと、この詰めかけがこう生まれることによって、すぐそのページにアクセスできるっていうね。まあ、こういうメモのページではあんま使わないと思うんですけれども、例えば日記とか、あとマンスリーとかね、あの、すぐその該当ページにアクセスしたいっていう時に、えー、っと、ここのね、詰めかけを用意しておくと、すぐこうやってわかると。これある程度ね、厚みの、 厚みが生まれてきた時の方がね、この爪掛けのあるなしのね、便利さっていうのは分かってくると思うんですけど、私みたいにこんなね、こんなリフィルね、薄いぐらいしか入ってなかったらね、別に爪掛けのね、このね、<laughs> 効果はね、そこまで得られないかもしれない。ただ、ただ気になるんでね、えっ、ー、と、買ってきました。え、角、あー、な、なるほどね。縁あー、こうやって縁を切ることもできるよね。私は今か、角にやったんですけれども、ここに、 ここにやって、いこう、縁を切って、あ、ここでもいいのか。ここでもなんかインデックス代わりになりそうですね。これはちょっと面白いよね。角を削りたい人間。あ。あ、やっぱロックしちゃった。変な、変なことしちゃった。忘 <laughs> れなくなった。<laughs> これどうすればいいので、ね、教えてくれ。どうすればいいんですか。なんだってあ、なんだって あ、ロックあ、ロックかけることができるね。なるほどね。ちょっと変にロックかけてた。あ、なるほど。あ、普通に無事に生還しました。角丸。角丸じゃない。角、角落とし。<laughs> そう、見出し、パンチ、爪かけっていうことですね。カット枚数は普通紙2枚までだそうです。まあ、ロックを外す、ロックをかけるゴミの捨て方とかね。いろいろこれは書いてあるので。あ、なるほどね。まあ、こういうね、角を取って新しいページ。あ、だから、そんなに別にさ、 ビューンってなんかこんなに入れなくてもいいのか角っこを。私も角っこをさ、もうめちゃくちゃこう入れてさ、やってたんですけれども、ちょっと待って。いまいちまだ使い方が分かってねえな。え <laughs> ちょっと待って、変なとこ言っちゃった。こうか。こうだね。こうだね。よし。こうやってやって、こうか。 これ全部ね、全員入れするとこのくらいのね、カーブになるんですけど、これ別に全員入れしなくても良さそうだよね。多分このね、見本であるやつは全員入れしてないでしょうね。ああ、なんかいろいろあるな。あちょっと待って。分かった気がする。ちょっと待って、もう一枚やるね。これだあのね、ありました。ここ、普通に横にやるときね。横にやるときは、こっちのね、 こっちのね、こっちのなんかマーク、サイドの、サイドのインデックス作れますぜマークのところを入れて、入れて、こうやってパンチすると。で、角っこにこっちに爪掛け作りたい場合は、このコーナーのマークがあるやつを、ここにパンチすると。なるほどね。 めちゃくちゃわかりやすかったね。ちゃんと見るよって話よね。もうさっきからさ、この角度とかさ、この直線とか何なんだろうと思ってたらさ、ちょ、ここの角っこ、コーナーやる場合は、ここに合わせてください。 ええと、サイドにやる場合は、ここに合わせてくださいって、ちゃんと教えてくれたら、さすがサンスターング <laughs> みたいな感じで、本来の詰めかけはこのぐらいですね。そうなのよ。だ私もさ、これ見たとき、なんでこの詰めかけの部分いや、めっちゃ、まあ、確かに詰めかけとしてすごい優秀だから、親指入るけれどもと思ったけどさ、こっちでした、こっち、こっちこっちじゃない間違い、お間違いなくそこら辺ね。詰めかけはね、ちょっとね、マンスリーとかね、あとこっちの、 えっと、行動ログとかもね、行動ログに関してはね、もう、もう、このブックマークね、入れてるけれども、入れてるけれども、この詰めかけがあったら、めっちゃね、綺麗な感じになると思うんで、これをね、活用していきたいなと思っております。ということで、今日はですね、東京での買い、あの買い物のね、開封動画だったんですけれども、本当ね、このキャバリエさんに関してはね、もし、あの、肉眼で見入れる機会があるんだったら、ぜひ見てみてください。なんか、伊藤屋はね、なんか、販売して てるってたかなこのめミニ六サイズまあちょっと、ね、店舗によって在庫 状況ってのは全然違うし、オンラインでもえっとバーガンディーワインはまだあ,あるんだけれども、ネイビーに関しては残りわずかっていうマークがついておりました。ただ、私はねバーガンディーワイン推しですね。もうこれはね。惚れるめっちゃ惚れる。もうだから育てていきたいなと思っております。ということで今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー